こう注意が必要な部分っていうのはあるのかなと思いますね、ボールを扱う上で。岩田はあの自分たちでボールをけれども、はい、あ前から奪いました。東高市で奪って浮き玉で入れた。三草が走っている。浮き玉上に外れます。ロングワンツーで走り込んできた三田。さあそしてジュニオルサントス前を向いてスピードを持ってドリブル開始、スルーパス三田を走らせる。ボックスに入った伊藤真希とか見る、縦行く左足のシュート、上に外れます。三田早くも2本目のシュート。潰したリカルド・グラッサー、浮き玉でさあ前線へ流れ込んでいる大森。ボックス内選手が密集していく、カットインしていく、こぼれ球鈴木優斗、中央右足打った。先制ジュビロ磐田、前半の39分、まあ、この大森が、ね、ここ持った時になんかいなかったんですよね、はい、でこのパスちょっと意図的ではなかったんですけど、次言うとこのスペースのない中で膝下からの振り早かったですよね、はい、ここですよね、コントロールから。いやーコースも、ね、見えたところしっかりと打てましたよね。ここですよね、体の強さで自分のスペースを空けてしっかりと膝下で。さあ満田、スピードとアジリティがあります。内側から抜けてきた松本大志のクロス、中央すらしました。森島同点ゴール、サンフレッチェ広島。見ていきましょう。やはりここで松本大志の抜け出し、これ良かったですよね。その中でクロスの中で少しリカルド・グラスがちょっと体の向き等良くなかったですよね、立ち位置がね。まあ、オンゴールになってしまいましたけどもね。セカンドボール必死に奪いに行く東、逆サイドにつなげます。さあ縦勝負いくか、内側です。左足コントロールショット、コシレフが跳ね返しました。野上、中を見て柔らかいクロス、森島、そしてジュニオサントス、上に外れています。右サイド縦、森島ワンタッチ、ジュニオルサントスもワンタッチ。リカルド・グラッサが出てきましたが、ボックス左、ジュニオルサントス仕掛ける、右足こぼれ球跳ね返しました。遠藤、セカンドボールは伊丹、広島、佐々木が行く、スルーパス入れた、柏上がっていた、佐々木のシュート止めました、コシェリフ。佐々木が裏へ、柏が背後を取る、そしてつなぐ森島、折り返す、そして水田、完璧に崩し、いかがでしたか。まあ、非常にこう選手のボール持ってない選手の動き出しのタイミング、パスの精度、非常にこう全てがの選手の絵が一致した瞬間だったんじゃないかなと思いますね。まあ、ここもそうですけど、ワンタッチでワンタッチでワンタッチでシュートですからね。奪いました。ここも中央から進行していくボランチの松本大志、ラストパスジュニオルサントス止めました。同点のチャンスを迎えています。上原のキック、ファビアン・ゴンザレス右に外れた、中央フリーでヘディング。大外の吉永、股を抜いて、さあチャンスメイク、中4人いる、クロス抜けてきた、ファビアン・ゴンザレスシュートブロック、もう一度同点、ジュビロ磐田後半の44分。まあ、非常に初めてですよね、吉永前向いてこう仕掛けたプレーですよね、クロスもね非常に良かったですね、股の下打った中で、まあ、ファビアン・ゴンザレスも1回で決めきれませんでしたけども、こうしっかりと反応してシュートまで。2対2、ここで長い笛です。両チームリードの時間もありましたが、結局2対2。ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J-League International ด้วยนะครับ Like Subscribe Get Push Notifications Like Subscribe Push Notifications